おう、お前無事やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや？痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。うん？それよりどないやった？電話の男とグランドで会うたんやろ。あの、何かあったんですか？電話の男って。まあちょっとな、お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何も教えてくれないの？なんでとお前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、ホグシ会館でお前をさらいに来たヤクザらがおったやろ。え？電話の男やユータンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引いとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで？俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな、その前に札に連れてかれてもうた。警察に？西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうことか。せやけど今一番の問題は佐川の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとる。なんやと？ほんまか？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐賀に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしたる。とにかく今町を出る。あなたは一緒に逃げないの？俺はこの町に囚われの身や。一緒におるとかえってあんたらが逃げきれんようになる。しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え、他にも誰か？なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか？リーさん、あなた前に私に教えてくれた。ん？あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金ってリさん言ってたから。許してくれるよね、リーさん？おんとれい、わしら撃ったんか？こいつら佐川の手下や。
済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。行くで。Thank you.